Hello everyone, welcome back to my channel. Today we're going to react Naruto as Sung Jin-Woo. Enjoy the video.剣を握ったところで何の意味がある。所詮は魔法系。意味はあるかもしれないぞ。一瞬だったが、奴のスピードに追いついた。とはいえ、熟練の身のこなしで魔法を諦め剣を握るだけはある。目障りなヒーラーだ。やはり潰しておこう。剣を持つ者に背を向けるとは。 魔法使いごとき、暗殺系ハンターの速度について。ヒーラーも使い物にならないみたいだな。作戦は悪くなかった。 剣士に徹することで魔法への警戒心を。この老いぼれ狐が僕がとどめを刺す直前に魔法を使う。ここまでか。またあんたか。何者だ。存じぬ。E級だ。 再覚醒者。ソン君が再覚醒。あんた力を隠してるだろう。あの二重ダンジョンの一件の後か。二重ダンジョン。答えは一つ。まあどうであれ、ハンターとしての経験は浅そうだ。被害者のため。嘘だ。先輩として僕がいろいろと教えてやろう。お前の本質はそこじゃない。ふん。EQが再覚醒した。 なんてところで知れている。遅い。私の知るソン君の姿はもう。さすがだな。スピードはこっち。どこにもない。同じようなスピック、同じような実力でも、剣の数が違う。その差が高ランク相手との実戦経験と敗北へと見る。スピックだろう。 むき出しにすんのやめてくんないか。根性あるんだな。お前を殺さないといけない理由がもう一つできた。何なんだこいつ。間違いなく僕が有利なはずなの。さらに速くなった。あんたの探検の効果か。僕も思った。決めた。 黒いものを見せてやるよ。気配を完全に消したのは、勘の糸を消す。暗殺系のハンターでもごく一部のものしか手に入れられない。スキル、隠密、姿、音、匂いのその全て使えるということ。誰も知らない。もちろん僕がこれを。なぜなら。余計な真似はするな。スピードは封印した。 あんたたちの番はこの次だ。その足で次の攻撃をかわすことはできるかな。このままではソン君が。いつまで喋ってんだ。状態の回復。一瞬で回復した。あと何度使えるんだ。予測が使えない。治癒魔法が使える戦闘系ハンターなんて聞いたことがない。また一つ感情が死んだ。お前のようなクズに。そうか。 おそらく彼は短期間のうちに。なるほど。あんた、やったことあんだろ。変わったのは外見だけじゃなかった。覚醒。<笑>なんだよ、同族かよ。ただ強い者だけが勝つ。先に許された無法地帯、ここは法とは無縁だ。まさかさっきで僕の位置を。こいつ、だが、正確な位置までは把握できまい。
嘘だろ。なんだと。深淵もまた。Thanks for watching and see ya.